はい、まあ、平和。平和とは何か。まあ、まず、争いがないこと。はい。それと、まあ、そうですね、豊かさ。はい。まあ、それと、仕事があることですかね。はい。まあ、その、3つを満たすことによって、平和が実現されるということだと思うんですけれども、まあ、じゃあ今、平和なのかということですけれども、まあ、まあ、それとまあ、危機管理がなされていることですね。はい。まあ